クローフォード・ウィリアムソン・ロングはアメリカ合衆国の医師、薬学者であり、麻酔剤としてジエチルエーテルを初期に使ったことで最もよく知られている。ロングはジョージア州マディソン郡ナニールズビルで生まれた。1839年にペンシルベニア大学で医学博士号を取得した。イギリスの科学者、ハンフリー・デイビーが1800年にアサンカチッソについて、 書いた論文にあったジエチルエーテルでの同じ生理学効果を観察した後で1842年3月30日にジョージア州ジェファーソンの患者ジェームズ・ M ム・ベナブルの首から腫瘍を除去するために初めてエーテルを用いた。ロングは続いてベナブルから2つ目の腫瘍を取り除き切断術や出産のための麻酔剤としてエーテルを使った。 これら思行の結果は1848年に南部以下と外科のジャーナルに掲載された。この記事の原本はアメリカ合衆国国立医学図書館に収められている。ロングはジョージア大学の学生である時にデモステネス文学会の会員となりアレクサンダー・スティーブンズと同じ部屋だった。スティーブンズは南北戦争の時にアメリカ連合国副大統領になった。ロングは 西部の伝説的人物、ドクホリデーのいとこだった。ロングは1878年にジョージア州アセンズで死んだ。アトランタ中心街にあるエモリー大学が運営するエモリークローフォード、ロング病院は1931年にロングの栄養を称えて名付けられ、78年間のその名前を保った。2009年、この病院はエモリー大学ミッドタウン病院と改名された。 ジェファーソン市中心街のクローフォード W ロング博物館は1957年以降運営されてきた。アメリカ合衆国議会議児童の地下室にはジョージア州が寄贈した同州を代表する二つの記念彫像の一つとしてロングの大理石像が建っている。ウィリアム T.G. モートンは1846年10月16日に マサチューセッツ州ボストンでその歴史的な麻酔術を行ったことで広く知られているが、今やロングがエーテルに基づく麻酔剤を使った最初のものとして知られている。モートンは現在エーテルを外科麻酔剤として公に実証してみせたものと言われることがままあるが、ロングは1846年以前に多くの機械で外科麻酔剤としてエーテルを使うことを公に実証していたので、 これは間違いである。1854年、ロングはジョージア州選出のアメリカ合衆国上院議員、ウィリアム・クロスビリー・ドーソンに自分の主張をアメリカ合衆国議会に提出して注意を引くよう要請した。ありがとうございます。